にも例を挙げ、都の医療提供体制は大きく改善していた可能性があり、政府の専門家会議も病床の逼迫状況について正確な情報を把握できていなかったと見られると指摘しています。東京都福祉保健局の感染症対策課長はこの取材に対し、退院者の把握などに時間がかかった、何も発表しないよりいいだろうということで発表していたと話したと。ねえな、となっておりますが、どうですか大高さん、これこれ2倍ですよ、2倍ちょっと驚きますよね。何も発表しないよりはいいだろうって言って、ね、2倍に水増しした入院患者数を発表するわけですか。なんでこうなわからないですね。舐めてんのかって話ですよね。これね、あの朝のニュース番組などでも、はい、しきりにですね、この、まあ、言われていることですけどね、感染のね、はい、まあ、新規感染者数が減っても、実効再生産数が下がっても、医療現場にものすごい負担がかかってますから、はい、なんとかそこをね、もう皆さん大変なとこやってますんでって言ってますよね。私もそう思いますよ。そう思います。はい、でも数字見ると、あれなんかだいぶこれ負担下がってませんかっていうことだったわけですよね、真実は。ですね、だって入院患者が半分だったわけでしょ、発表されてるのの。ねえ、自粛ロックダウン含めてまた変わってきたかもしれないですね。ここまで伸ばさないでも。そうなんですよ、あの大体その、まあ、この点のロックダウン解除の国際標準っていうのは、まずその自己再生産数みたいなですね、要はその感染の広がりがどの程度のスピードで進んでいるのか、これがその広がる方向なのか収まる方向なのか、収まる方向としても水準的にどこまで収まっているのかっていうのは大体一つ目の基準なんですよ。ドイツだとこれが実効再生産数で、大阪なんかだと経路不明の感染者が何人っていうのでやってましたよね。大体こういう指標を使うわけです。で今あの大阪大学の中野隆先生の経値っていうね、1週間前の累積患者数と現在の患者数で作った比でやるやつなんですけど、これがいいんじゃないかって言われていて、これがまあ 0.05 以下かなぐらいまで下がればまあ基本的に大丈夫ないかって言われてるんですけど、まずこの数値があるわけですよね。で小池都知事もさすがにこれはもうクリアしてることは認めざるを得ないということで、だいぶ下がってるけど緩んだら増えるという謎の理論でですね緊急事態宣言解除しませんとか言ってるわけですよ。でもう一個の基準というのは何かというと、医療機関の負担がどれぐらいかと。感染が減ってても ICU パンパンだったらやばいじゃないですか。一人でも出たらその人死んじゃうってなるので。だからもう医療機関のね、リソースがもうパンパンですから無理です無理ですって根拠に使ってたのがこの数字なわけですよ。ところがこれが大幅に間違えてたと。で、この間都がね、111人入れ忘れましたと、数字を。ね、111人入れ忘れて35人重複でしたと、はい、差し引き70人ぐらい増えますって言ったんですけど、なんとこれで1500人も減るというですね、これちょっと統計操作と言われてもこれチャイナ笑えないですよ。そうでこれ大スクープなのに全然今日ニュースでやってないじゃん。ここぐらいをやってんの。そうなりますかね、チャイナと真逆の意味でね。ねえ。ねえ、だって少なく、あれ多くやってたわけでしょ。そうそうそう。中国が逆にね、少なく言ってる。逆に悪く見せてたわけでしょ、はい、うん、おかしいな。おかしいですよね。じゃあ何のために小池さんこんなことしてんだと。いう話ですよね。悪く見せると何が起こるかというと、緊急事態宣言が長引きますよね。で、緊急事態宣言が長引けば、小池さんは毎日記者会見できるわけですよね。毎日記者会見すれば、はい、まあ実質的にはこれ事前選挙運動みたいな形になりますので、都知事選有利になるじゃん。まあ、その。お前もしそれでやってたとしたら、もう本当ふざけんなよって。感じですよ。飲食店とかその間に潰れてんですからね、いっぱい。多くの人をその路頭に迷わせてね、生活困窮させて、で、必要なかった緊急事態宣言の延長だった可能性あるんですよ、これ。絶対これ検証しなきゃダメですよ。で、検証終わるまではね、小池都知事俺立候補禁止にしたらいいと思う。ダメだよ、こんなやつ出したら。でね、あの自民党が昨日か一昨日もあの都知事選にですね、対抗馬を立てないって言いましたよね。そうでしたね。このままいけばもう小池さん再選間違いないんだから、ね、こんなバカなこと今すぐやめた方がいいんですけど、小池さんはね、あの何やろうとしてるかというとね、豊洲の悪夢再びですよ。おそらく安全より安心という感じで、で、この人多分テレビばっか見てるんで、で、テレビがまたほら、危険モードでまだ煽ってるでしょ、はい、医療機関の負担がとか言って。しかもこいつが出したフェイクニュースに基づいて、ね、医療機関の負担が減ってませんってこれまでずっと報道してきたわけですよ。で、その自分が出したフェイクニュースを報道しているニュース番組にまた乗っかってっていう、こう、フェイクの二段重ねみたいな感じで、危ない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 言ってやってるわけですけど、実際にはこれ、海外基準で言うとですね、感染の広がりもクリア。
でもしこの、まあ、厚労省が発表したんでこの数字正しいんですけど、入院患者も半分以下だったということになると、これね柳井さんの調査だと、重症者の病床使用率 13% ですよ。13%、9割ぐらい空いてるんですよ。はでそれで、まあ、もちろんね今まで現場の先生大変でやって疲れたってのはそれは分かります。分かりますけど、じゃあ9割空いてるのに、え、何、じゃこれゼロにならなきゃいけないのみたいな話になるじゃないですか、はい、そうすると。そうなりますね。おかしくないですか。おかしいですよね。おかしいですよね。でも小池さんが数字捏造したわけではない。小池さんが数字捏造したと俺は思い込んでますけどね。決めつけてますけど。え、だって報告上がってきた報告の数字を言ってるんじゃない。あのね、これはね、あのあれです、あの毛沢東の大躍進の時にね、実際にあったんですけど、毛沢東ってあの数字を自分では捏造してないですよね、うん、でもドルマ達成しろってプレッシャーかけまくったでしょ、であの数字出ちゃうわけですよ、下のやつが忖度して。だ小池さんがもうあの延長モードをバリバリでやってたんで、ね、やってることはもう俺あえて言います。俺また怒られてもいいんで、あえて言いますよ。東京の毛沢東だよお前は。そうかな。東京の毛沢東ね。でそれすげえプレッシャーをもう記者会見とかでももうあの悲観マウントモードもうユンユンじゃないですか、ね、緩んだらまた元に戻ってしまうんですとか言って、はい、確かにね。で、いやでも病床使用率が下がってもさ、今の緩みとかお前処刑みたいな感じじゃないですか、はっきり言って心の声で言うと、ね、そういうだからその、悲観しないやつ粛清モードだったんですよこいつは。でそれを現場が忖度してこういう数字になっちゃったんじゃないのと、はあはあ、こういうのも全部含めて俺小池のせいだと思いますよ。こじつけですかね。なんでこの半分っていうのがね。いやこれカウント真相は究明したいと思います。でしょ。なんでこういう数字になったのかって、どこのプロセスで数字が、うんうん、こう2倍になったのかとか、それはやっぱりはっきりしていただきたいですよね、うん、ですよね、うん、週刊文春ここ取材してほしいですよね、うん、でそのなんかあの保健所のね所長がね、はい、いやなんか知事からの目に見えるプレッシャーがあって、うん、あの少なめに報告して後でバレたらクビになるみたいなプレッシャーだったんで、なるべく多めに多めにってやったら一回に10人ずつ増えちゃって最後こうなっちゃいましたみたいな、で日本は中国とは違うんじゃないの。いやー俺でもこれ本当ね、いやだってこれ小池さんチャイナにマスク送っちゃうの人だから。あそうですね、主導としてはそうでしたからね。マスクと防護服何万着も送っちゃうような人なんで、俺ちょっとね小池さんが東京の毛沢東になりつつあるなと思って、これ大躍進ですよこれ、ウイルス大躍進、一種のね、うん、大躍進的なこの統計偽装ですよ。でね、さらに言うとね、はい、あの軽症者のホテルの使用状況、柳井さんの調査だと、大阪がね5月18日現在大阪が80床を使ってて、1504分の80で 5.3% の使用率と。でこれに対して、東京は2865分の54 1.9% の使用率と、なってるんですけど、一応ね厚労省から数字が出て、これちょっと違うんですよ数字が、ただ違うんですけどこれ聞いてほしいんですけど、大阪が、1565分の146、まあざっくり計算すると、まあ 1.5 倍ぐらいで 8% ぐらいですかね使用率ね。でこれに対して東京は2865分の117で倍ぐらいになっちゃうんですけど、それでも 4% ですよ 4%、 96% 空いてるのよ軽症者の施設ね。で重症者の施設はさっき言いましたけど 87% 空いてるんですよ。重症者の方の施設は柳井さん の、 あの発表と同じなんで400分の50に変わらないんで 87% 空いてるんですよ。これで医療リソースが逼迫してるってお前言い張る小池みたいな、ねえ、俺今日この後ちょっと動画撮んなきゃいけないですね。小池百合子を救いたいっていうやつをやらなきゃいけない。ハッシュタグつけますか、百合子、百合子、小池百合子みたいな。医療崩壊の一歩手前かのようなのはね、ずっと言ってましたよね、医療崩壊の一歩手前だっつって、ようやくなんか徳川まで追い詰められてるけどギリギリ持ちこたえてるっていうイメージは持たなくて良さそうということですよね、はい、多分大高さんもね、だからそのどこから減り始めて、ね、どの時点でその減り始めて、その医療崩壊という水準からも間違いなく乖離する方向に行くのが見えたのかって知りたいですよね。そこは知りたいですよね。ですよね、その時小池さんがなんて会見してたのかも知りたいですよね。そうすると、ね、小池さんもその部下が発表した数字にデメセリテメしてみたいな感じなわけですか。これ一番間違えちゃいけない数字ですよ。確かにそうですけど、これまさに高速道路においてスピードメーター見てないぐらいの話ですよ。極端に申し極端に言うと、はい、スピードメーター見ないでアクセル踏んでると、マジで、で私が見てこれ、ま、速度出過ぎだと思うんですよねって言って、高速道路で時速20キロで徐行してるようなノリですよ。追突されて死にますぜマジで、これ絶対間違えちゃいけない数字なんですよ、はい、そうですね、
これを2倍に付加してたって、でしかもねこの間修正するって発表した時僕すごい意図的だと感じてて、111人記載漏れでしたと、さも少なく報告してたかのように発表しましたよね。でも35人が重複です。これ減る分なんですよ。これ後から言ったんですよ。で111人も少なく書いてたの、やっぱり東京都はいっぱい患者いるんだみたいな感じでわー盛り上がりましたよね。はいねええ、でも今回のこのニュース柳井さんが告発しなかったら誰も知らないで終わってましたよ。そうですよね。で今日も誰もこのニュース扱ってないんです。うん、それなんでだろうね。おかしいですよね。お前ら小池とグルだなと、やばいなと。これ大躍進ですよ。日本の大躍進政策になる可能性ありますよ。本当にマジでシャレなんです。で明日緊急事態宣言解除でね、首都圏どうするかってことを今議論してるって言ってるんですけど、この小池さんがね、悲観的な意見をね、あの述べる根拠になっていたエビデンスですよね。エビデンスがもう完全に間違っていたと、ね、2倍に付加した数字で言ってたってことをまず頭に入れて、今日小池さん記者会見するんですかね。どうですかね。このこともあれですよ、土下座してお詫びしなきゃもうこれシャレになんないですよ、マジで。もちろん警戒や、ね、油断を怠らないように呼びかけることには、ね、何の問題もないと思うんですけど、そのために偽の数字や情報が利用されるということになりますとね、ですよね。でこれでね、まあその何千人ってまあ一応ね入院してる患者ね、これ、あの柳井さんも書いてますけど、2974人が入院中と5月6日ね、発表してたんですけど、実際には1511人だったってことが判明したわけですよね。はい、ですよね。でこれはやっぱりね、もうとんでもないです。あのね、2974人だから、はい、まあ、100人ぐらい間違っても、まあ 5% だしね、はい、まあ、5% もいかないし、まあ、100人ぐらいも慌ててたしね、でそのファックスでやってるとかなんかもうしょうもないことだって、もうこれから全部あのデータベースでやります、はい、すいませんっていう話だから、まあ100人ぐらいやったら、はい、まあカウントミスあるかなと、まあ、実際にだって35人引くわけだから、はい、ね、ざっくりまあ80人弱ですよ、80人ぐらいのカウントミスがありました。3000人ぐらいの中80人カウントミスありましたと、まあこんなドタバタだからね、まあしょうがないよって思うかもしれないですけど、いや3000人の中1500人間違えちゃいましたっていうのは、2倍ですからね。これは言い訳できんの？これどうやったら1、2、3、4ぐらいの感じで、わかります？ 1、2、3みたいな感じが出てる。おかしくね？何進法になるのかっていう。おかしくね？世界の七不思議。七不思議だよね。本当にこんな国ないんじゃないですか。これだから小池百合子がどんなですね、今日記者会見するのか。これだ、昨日発覚した時点で、ね、あのちゃんとこれ言わなきゃいけないです。今日土下座ですよ、小池百合子。で、この件をね、はい、ね、この件を、まあそうは言っても感染が多いですから、緩むとまた増えちゃうんで気をつけてみたいな、そういうまた今日ね、あの昨日と同じモードの会見したらもうこいつ落とさなきゃダメですよ。っていうか、立候補しちゃダメですよ。この疑惑が晴れるまで、小池百合子は立候補すべきじゃない。絶対おかしいです。あ、これね、この柳井さんの図ね、そうそう、5月6日時点で、本当は1511人。ホテル療養等は486人だったんですよ。はい、ね、ところがね、東京都の発表は2974人って言ってるんですよ、これ。はい、2974人で、ね、で、その、ホテル療養等ね、これはちょっとここ出てないのかな。はい、軽症中等者の入院中2974人、これがまあ間違ってたんですよね。端的に言うと。はい。本当、どういうこと？社員は笑えないですよ、本当。まあ、私も医療従事者じゃないから、はい、その軽症とか中症とかなんかこう区別がね、うん、なかなかそんな分かんないんですけれども、はい、まあ、この人数の実態、あと日本で言えばですよ、はい、ちょっと気になるのが、はい、まあ、厚労省がその病床の国籍、なんかまだ公表してないですよね。あ、そうそうそう、これおかしくないですか。あのね、確認してないんだって、自治体で。あれ聞いたらだってデータあるはずじゃない。あ、なんかね、あのプライバシーに関わるとかで聞いてない自治体があるらしいんですよ。俺が聞いた話ですよ。じゃあ これは国としてやっぱり把握しておくべきですよね。いや、俺もそう思いますよ、うん、俺もそう思うんですけど、自治体で聞いてないから分かりませんだそうです。それおかしいですよ。おかしいよね。こういうのきちんとデータ公表してもらいたい。何割を何、ね、国籍どこの人が占めてるとか、うん、こういう大切な、ね、情報ですよね、うんうん。なんでそういうのが本当に第2波に備えるというならね、うん、はい、一番把握してなきゃいけない情報の一つではありますよね。はい、ここまで日本人が打撃被って、うん、経済まで縮小して大変な危機になってるのに、
おかしいですよ。ですよね。小、うん、高さんの今の指摘っていうのは、要はその輸入感染症なのかどうかっていうのをちゃんと把握するために、国籍データいらないのって話ですよね。はい、だからその身内が里帰りして、そんで移っちゃったみたいな人もいるわけじゃないですか。はい、でそういうの、じゃあクラスター完璧に終えてんのかって話ですよ。はい、国籍をね、ちゃんと取らないで。はい、ね、でそれがだからあれでしょ、そのまあ一応左翼の言い訳をそのまま言うとね、うん、あの国籍を言いたくない人もいるんですと。要はその在日の人とかで差別されるから国籍言うのは怖いんですみたいな、そういう話なんですそれ違うよね、別に差別はしないけどきちんと国籍明らかにしてくれっていうことで、ね、うん、だって在日の人なんてそもそも韓国帰ってないでしょ、だってもう親戚とかもほとんど遠い親戚とかいないしかいないんだしさ、別に関係ねえじゃんって話ですけどね、どうなのと、うん、ね、あとこっちに入ってきた中国人ね、うん、でまだ帰国してないとか、うん、その辺モヤモヤ感が日本人としてあるわけじゃないですか。これは差別の話じゃなくて人の生き死にの問題ですからね、単純に、ね、いやだからその輸入感染症の実態をために国籍っていうのは必要なんか必要じゃないのかって話 で、はい、でこれはまあ、 取ったけど結局いりませんでしたって話なのそれはそれでいいけど、現時点ではやっぱ情報あった方がいいですよね、はい、うん、なんでそれ隠すのと、はい、うん、その懸念、差別につながるとかまた始まるわけですよ、死ねえよそんなの差別は、ね、やっぱ輸入感染症だったのねって思えば、じゃあ国内の対策は良かったんじゃんっていう結論になるし、はあ、じゃあ今度はその、まあね、またなんかそのあれでしょ、鎖国緩和しようみたいな動きちょっと出てるんですけど、はい、じゃあその時どうするんだって話ですよね、うん、帰ってきたら1週間隔離して全員 GPS アプリ必須とかにするとか、うん、なんかやり方あるじゃん、はい、で今回も間違いなく3月末の帰国ラッシュでやられてますよね、うん、もうこれいいですよね、事実っていうことで、はい、3月の帰国ラッシュでやられました、うん、でそれまでのやつは大丈夫だったみたいなんですよ、抑え込んだんですよ、武漢からのやつは抑え込ん で3月末の帰国ラッシュで欧米経由のやつで、まあこのピーク4月ね、4月の10日ぐらいドーンとこ行っちゃったと、でもこれも今収まりつつあって、収まりつつあるのに、まあ小池さんが数字を2倍に吹かしてたっていうね、まあこういうオチなんですけれども、そういう、まあさっきのその輸入感染症とかも含めてやっぱ正確に把握しなきゃダメじゃないですか、でもだとすると患者の総数なんてもう基本ですよね、何人入院してるんだなんてこんなもんもう基本中の基本じゃん、だ相当治ってもね、ご退院されてる方が多いと、で今現在のそのまああのね、この入院患者数っていうかその感染者数っていう数字自体がね、武田先生なんか言わせると意味がないと、どうせ分かんねえんだからと、インフルエンザと一緒じゃないかって武田先生まあおっしゃいますけど、まあ一応同じ基準でずっとまあその推移を見ているので、まあある程度あの数勢見るためには僕は役に立つ数字だと私は思うんで、これ見るとですね、現時点でのその入院患者数っていうのもまあだいぶ減ってきて、っていうか今現在その発症してる人ねの数っていうのももうだいぶ減ってきて、感染者全体のもう半分以下ぐらいになりつつあるんですよね。もうなってんですよね。あのヤフーのちょっと後で見てみますけど。そっちもやっぱちゃんと発表してね、はい、今現在だからそのウイルス持って発症して人にうつす可能性ある人っていうのの推移ですよね、うん、はい、ここもしっかり抑えていかないと、累計感染者が何人だから何とかってもうなんかそういうごまかしをね、いつまでやるんだと、はい、うん、でその経済的にねもうみんな本当にあの横浜とちょっと東京が過剰なんですよ、そういう意味で、あ、横浜っていうか神奈川ね、神奈川のこと横浜って言っちゃいけないんだまあいや、はい、そう過剰なんで、うん、ちょっとこの問題はですね正確なデータで議論していただいて、小池さんこのままだと、うん、はい、ウイルスで死ぬ人ゼロになるかもしれないけど経済で死ぬ人いっぱい出てくるよ、そちらの方が ね、 ね、あとね、まあ、ちょっと話変わるんだけど、昨日の産経でね、はい、歌舞伎町で中国人観光客に暴行、ドラゴン構成員が逮捕ってニュースハングルじゃんドラゴンって、ね、で歌舞伎町で中国人観光客の男性2人に、そのドラゴン、チャイニーズドラゴンが暴行を加えて、頭を踏みつけるなどしたとか書いてあるんだけれども、そもそも変で、じゃあ中国人の観光客がなんで歌舞伎町にいるのとか、おかしくないですか、少しは入ってるんですかね、うん、だチャイニーズドラゴンってあれですよね、中国残留孤児 の、 あの2世3世、ね、2世3世が、ね、あの江東区あたりで結成した暴走族が元になってますよね、あれがあの半グレになったんですよ、はい、何暴れてんだと、いやいや俺半グレ事情ちょっと詳しいのでなんであの同じ同胞の中国人を暴行したんでしょう、変なんですよ、客引きグループ、客引きグループ女性と遊べるなど声をかけたとか、だから結構今島内の繁華街で警察とか、まあそういう方々が回って、はい、かなり昼間から取り締まりしてるんですね、ってことはそれだけチャイニーズマフィアとその中国人観光客がいるから歩道員とかが回ってる、昼から回ってるんですよ、ですよね、この時期になってもね、今ってチャイナから来ると隔離じゃないの日本で、いやだから
これ1ヶ月とかの予定できて日本で1週間隔離、うん、で2週間滞在してチャイナ帰ってまた1週間隔離とかいう、はい、そのつわものがいるってことですかね。わかんないですこのメカニズム日本人だけこれだけ自粛強要されて本当ですよね。なんで中国人がこの大きな顔して昔な実験があるなと思うんですよね、うん、ちょっと番組終わったら和田政宗さんに聞いておきます、はい、ちょっとよくわかんないんで知らないのであんまり言いすぎるとまた、はい、お叱りを受けるので、はい、追跡調査を、はい、追跡調査してからお願い申し上げたいと思います。はい、では続いてのニュース移ってよろしいですかね。大高さんお選びいただいていいですか。はい、はい、じゃあ蔡総統、はい、20日に2期目就任、今日ですよね、はい、こちらですね、はい、参りましょう。蔡英文総統20日に2期目就任、支持率7割以上という台湾のニュース、続けて深入り参りましょう。こちらは時事通信の記事の概要です。台湾の蔡英文総統が20日2期目入りします。1月の総統選で再選された後、徹底した新型コロナウイルス対策で感染拡大を抑え込み、台湾社会からも国際社会からも高い評価を受けていて、追い風の中でのスタートとなります。中国との関係改善も喫緊の重要課題と位置づけられています。